ウルスアップ1949年8月10日、スイスのロールシャッハ製ウルスアップ。1989年から1999年まで、花園大学教授、花園大学国際全学研究所の副所長を、務め、以来、ヨーロッパ及び、日本の研究施設で研究、著書2000年、全文化研究所、スイス国立科学財団、イタリア国立東方学研究所、 京都大学人文化学研究所、フランス極東学院。主な研究範囲、仏教学、全学、オリエンタリズム史、ヨーロッパにおける東洋宗教、仏教発見の歴史、アジアの思想とショーペンハウアー、東西の思想史。全母式ド一、ファセッツオブザライフティーチングオブチャンマスターユンメン、ウェニエン、スイスナショナルサイエンスファンデーション、ハットホームペ。 SNF European Consortium for Asian Field Study ハットオノラリーメンバーツシニアリサーチフェローズハットザバースオブオリエンタリズムありがとうございます